ボディーボードってやっぱ難しいの？いや、でも結構簡単です。なんか、後ろから波がわーってきたのを、こう上手にいい波だなと思ったらピョンって取るみたいな。いい波だな。いい波っていうものがあるんですね。なんかあるんですよ。ちょっと巻いてるみたいなやつだと、取りやすくて。それは、ハワイ行こうみんなで、うん、行きましょう。お父さんから教わってってことなんですか？はい、そうですね。なんか父は、普通のサーフィンをやっぱしていて、乗るタイプの。もうもう。アウちゃんのお父さんできそう。結構もう、ほんとそういう感じなんですね。バリバリ。アウちゃんのお父さんとお母さん、二人とも見たことあるけど、はい、お父さんほんとやりそう。そういう。お母さんはなんか見てそう。そう、イメージ。すごいそういうアクティブな方なんですか？そうなんですよね。なんか、それこそ、サーフィンだけじゃなくて、結構いろんなスポーツやるんですけど。多趣味な方なんですね。スノーボードとかもやるんですけど、なんか、父を待ってる間がやっぱり、はい、結構海ってね、ひたすら砂の山ってわけにもいかなくて、暑いし。ああ、そうね。で、母と二人で山始めたみたいな。あ、お母さんもやるんだね、母も。一緒に家族でいいですね。いいね。素敵だね。家族でボディーボードっていいですね。いいな。家族でボディーボードもするし、スノーボードもするし。わあ、あ、スノーボードもアウちゃんやるの？やります、やります。うわそうなんだ。すごい。カイトくんクソうまいらしいよ。技決めるんすか、ジャンプ中に。あ、でもそれもできるみたいな。すげえかっこいい、うちのパパとどっちがうまいかな。あ、でもわかんない。なんか、アウちゃんのお父さんすごい。うちのパパ、インストラクター免許ありますから、ね。あ、じゃあダメだよ。無理。え、すげえ。さすがだな、インストラクターの免許を持ってるお父さんって超かっこいい。お父さんの顔見たことある？な、あ、先ほど、ちょっと見させて、あれですよね、パパと、お休みにツーショット撮ったやつの、顔のシワを私が、加工アプリで消した写真を見せたんですよね。非常に面白かったです。面白かった。